生命の体内に取り込まれたドーマンを救うため、弟子の機動丸が初めて魔界に現れる。魔界少女剣は機動丸と手を組み、生命と戦うことを宣言する。その魔界少女剣に召喚された武蔵坊弁慶は、謎の少女と共に現れ、生命の弟子である夕顔に召喚されたコエンと戦うことに。戦いの途中でコエンの正体が源義経であるということが分かると、弁慶は義経と戦うことを放棄する。そこに現れた巴御前は、夫木曽義仲の敵である義経との戦いを要求する。平良は猛牛馬を使い、謎の少女浅木を人質にして弁慶に義経と戦うことを強要し、最終的に義経は平良によって封印される。生命は夕顔鶴姫と共に現れ、平良は猛牛馬を鶴姫に差し向け戦わせた。戦いが猛牛馬優勢で進む中、謎の青年が人質となった浅木を奪取。これにより自由になった弁慶が猛牛馬を攻撃し、鶴姫と共闘。一点猛牛馬が追い詰められる。これに対して魔界少女剣は呪い歌で猛牛馬の霊力を上げ、鶴姫を倒すことに成功。しかし鶴姫の魂が奪われるのを封印を解いた義経が防ぎ、この日の魔界連闘会は幕を閉じた。皆が去る中、謎の青年は弁慶の魂を奪うのであった。